おつまるです。名古屋グランパス戦勝利。もうね、本当に怖かった。なんていうのかな、なんか名古屋は本当に好きなチームで、フロンターレ戦以外の時はイケイケ、シャビエルイケイケとか思ってるんだけど、いざこう敵に回すとなると怖いね。まあいいや、でもね、1-0 で勝利しました。風間さん、お世話になりました。それでは、お風呂、スタートです。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回対戦した、名古屋グランパスについて説明です。昨シーズン J2 に落ちてたんですけど、1年で帰ってきました。J2 っていうのは、J リーグが J1、J2、J3 とあって、それぞれのカテゴリー、枠組みごとに試合してるんですけれど、去年ですね、おととし、名古屋グランパスが J2 に落ちちゃったんですけど、その風間監督っていう、前フロンターレの監督だった風間さんが、名古屋グランパスの監督に J2 で就任して、で、また1年帰ってきたって。大方の予想ではもう何年もかかるだろうっていう、その風間監督のサッカーは覚えるのに時間かかるから、ね、何年もかかるだろう。しかもそのグランパスの元いた選手を、ね、いっぱい放出したんですよ。放出したので、ちょっとこれ大丈夫かみたいな感じだったんですけど、1年で帰ってきて。ね、プレイオフをか、プレイオフで勝って帰ってきて。っていう感じのチームです。ここにトヨタスタジアムがあって、ここに、僕の実家があって。で、ここら辺に、知念くんの、フロンターレの知念K選手の通っていた、愛知学院大学があります。という感じ。この3つだけ覚えてください。僕の実家は別に大丈夫です。それでは、試合展開です。風間監督率いる名古屋グランパス対、鬼木監督率いる川崎フロンターレの、今かの対元かの的な試合、キックオフです。スタメンはこちら、車屋先生が引き続きセンターバックに入り、車屋谷口のずっともコンビで中央を固める、左のサイドバックには上りが入り、2列目は左から阿部ちゃん、健吾、家長という形。名古屋のスタメンはこちら、前線がやばいやつばっか、怖すぎる、名古屋ニュースの菅原選手もスタメン入り、なんと17歳、すごい。試合が始まると、お互いにボールを握り合う、まるで合わせ鏡のような構図に、両チームシュートを打つも決まらず、0対0で前半を折り返す。後半20分、家長に代わって入った吉戸が、交代直後のフリーキックを頭で合わせてゴールを奪い、フロンターレが先制する。後半アディショナルタイム、佐藤久人選手のシュートを、積んでのところでソンヨンが左手で止め、翔吾が頭で書き出したところで、試合終了、川崎フロンターレは名古屋グランパスに1対0で勝利した。いやーね、本当に勝ててよかった。もう、最後ね、佐藤久人選手がシュートを打ったところ、ソンヨンが左手でこう、弾いて、で、その、弾いたやつを、谷口選手がね、頭で書き出したやつ、見てると、もう、はぁ、これ決められたかもと思って、本当にハラハラした。本当にハラハラした。あれだね、横からのカメラがないとさ、もう入ったのかな、今っていう感じになるからね。難しい。で、エルゴラストの表紙に、ケンゴが、すごいですよね、これ、この、なんか、腕の筋肉っていうか、筋っていうか、ねえ。天気メーターの吉田よりも、すごいよね、あれ、ケンゴが決めたんかなっていう感じのぐらい、気合の入ってる。いやー、本当に嬉しい。まだ中見てないや、さっきコンビニで買ってきたから。中は多分ね、映したらいい感じがする。おぉ、りょうた！りょうたがそう、本当に良くて、ボールキープの鬼になってましたね。本当に。なんかうまいこと言えないけど、で、そう。
で、毎回ですね、オガッチ MIP、OMIP を、パクリじゃないよ、パクリじゃない。オリジナルで OMIP をね、発表していきます。本節の、名古屋戦の OMIP を発表します。じゃん、のもりです。もうね、名古屋グランパスにシャビエルっていうブラジル人のやばい選手がいるんですけれど、そのシャビエル選手をね、もう完璧に抑え込んでた、決定機を作らせずに、いや本当にすごかったね。すごいよね、番組作りもうまいし、サッカーでねうまいし、でしかもサイドに配置されたら攻めもできるしっていうね、すごいね。のぼり同い年なんですよ僕。で、あ、そう、予想では、4-4ぐらいになると思ってたんですよ。お互いに4点ぐらい決めて、で、まあ、痛み分けの引き分けかなぐらいに思ってたんですけれど、まさかのね、1-0、しかもセットプレイっていうね。で、次節は、サンフレッチェ、広島戦です。サンフレッチェ戦では、いつはスモーワールドっていう、関取がね、川崎市にある相撲部屋の関取がね、スタジアムに来て、牛や羊の次は関取が来るっていう感じです。でちゃんこ食えたりとかね、子供はね、相撲取れたりするらしいですよ関取とっていうイベントがあるので、31日かなの土曜日に、広島戦があるので、みんなで行きましょう。あと、ありがとうございます。おかげさまで、チャンネル登録数が500人いきました。イエーイ。500人って言ったらもうあれです、サッカー部が50チーム作れるぐらいの50は無理か。本当にありがとうございます。次の目標は1000人ということで、もしよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ありがとうございました。